コードソードは、ニンテンドーより2011年11月23日に発売された Wii 用アクションアドベンチャーゲーム。ゼルダの伝説シリーズにおいて Wii で発売された作品としては、ゼルダの伝説トワイライトプリンセスに続く2作目である。ただし、トワイライトプリンセスは本来、ニンテンドーゲームキューブ用ソフトとして開発された作品であったため、本作は、 純粋に Wii 向けに開発された初のゼルダ作品となる。Wii Motion Plus を用いた直感的な操作に特化しているのが最大の特徴であり、Wii Sports Resort のような操作感覚で様々なアイテムを用いることができる。開発期間は実に5年にわたり、キャッチコピーに濃密、ゼルダとあるように、 ゲームのボリュームだけでなく、遊びそのものの密度に重点が置かれている。またテレビ CM では、ゼルダの伝説、始まりの物語とされているように、現時点で今作がシリーズ通して、時系列的に最初の物語となることが示唆されている。ゲーム雑誌、ファミ通のクロスレビューでは、史上16作品目となる40点満点を獲得。 ゼルダシリーズでは3回目になる。また、任天堂としては珍しく、ターゲット層や平均プレイ時間について、具体的に回答している。詳しくは、クロスレビュー歴史の項を参照のこと。テキスト表示において漢字に振り仮名を表示すること。画面表示のアスペクト比を、4、3から16、9を変更することが可能となっている。 ゼルダの伝説風のタクトのように今作を一度クリアすると、二周目として、辛口モードという高難易度のゲームモードがプレイ、できるようになる。このモードでは、字のオカリナ 3D の裏、ゼルダのように敵から受けるダメージが2倍になるなど、一部の、仕様が変更されている。データ作成の際は一周目のデータに上書きされる、形になるが、虫やお宝の一覧、 入手した数、敵を倒した数等は引き継がれる。本作では、セーブ方法が従来の作品と大きく変わり、フィールド上やダンジョン内に点在するモニュメントを利用して行うようになっている。再開時は最後にセーブしたモニュメントの前からのスタートとなる。また、フィールド上にあるモニュメントには一つ一つ名前がついており、 大空から大地に降り立つ際、利用したことのある任意のモニュメントの前に着陸することができる。2016年9月2日からは WEEU 用ダウンロードソフトとしても配信されている。2021年7月16日にはグラフィックを HD 化した任天堂スイッチ用ソフト、ゼルダの伝説スカイウォードソード HD が発売された。以降突起のない限りオリジナル版である。 ウィーバンについて記述する。グラフィックは印象派の絵画を彷彿とさせるような淡いタッチの色使いが特徴。人物のキャラクターデザインはトワイライトプリンセスに近いものであるが、敵キャラクターやアジン族などのデザインは風のタクトや神々のトライフォースでの方向性に近い独特のものである。また背景と人物についても絵のタッチが異なる。 空に浮かぶ、浮島スカイロフト。そこでは、人々が、ロフトバードと言われる巨大な鳥にまたがり、自由に空を飛んで平和に暮らしていた。このスカイロフトの騎士学校で騎士を目指す青年リンクは、上級学年への昇進試験を兼ねた、鳥乗りの儀に参加する。儀式は優勝すれば女神様役である幼馴染みの、ゼルダから、大切なプレゼントがもらえ。 憧れの騎士への過程となる大事な日であった。学友のバドとのトラブルもあったが、儀式も無事に終了し、リンクはゼルダと共にロフトバードで試験後の気分転換に、空の散歩を楽しむことにする。ところが、飛行中に黒い竜巻が突如二人を襲い、激しい暴風に、リンクはロフトバードと共に飛ばされ、ゼルダは竜巻に飲まれ雲海の下へと消えていった。 竜巻に飛ばされ、薄れゆく、意識の中で、リンクは自分に呼びかける、謎の声を聞く。しばらくして、リンクが目覚めると、そこは、スカイロフトの騎士学校にある自室であった。ゼルダの父親であり、騎士学校の校長ゲッポラに黒い竜巻がゼルダを飲み込んだことを告げると、イニシエの伝承とゼルダが残した言葉を照らし合わせ、二人は、まだゼルダが生きているという希望を見出す。 一方、リンクはその夜、校内に現れた謎の人物に導かれるように、スカイロフトにある、女神像のもとへ足を踏み入れる。女神像の中に入ると、そこには、石の台座に突き立てられた女神の剣があった。リンクを導いた謎の人物は、この剣の精霊ファイであった。ファイは、リンクに、女神から授かった、大いなる使命が、ゼルダを見つけ出す道につながると告げ。 リンクに旅立つことを促す。ゼルダを見つけ出す望みと古の伝承がリンクのことであったと確信したゲポラは旅自宅にと今年の騎士見習いの制服である緑色の服と三角帽子を送る。女神からの贈り物、女神の剣を手に、未だスカイロフトの住人が足を踏み入れたことのない雲の下の大地へとゼルダを探すためのリンクの冒険が始まる。 本作の世界は、スカイロフトがある雲の上の世界、大空と、フィローネオルディン・ラネールの三つの地域がある雲の下の、世界、大地に大別される。スカイロフトの人々の間では元来、雲の下には何もないと考えられていたが、ゼルダが雲の下へ落ちた、事件以降、大地の存在が、徐々に明らかになっていく。戦術の通り、 本作はシリーズ中の時系列で最古の時代にあたる。作品内では、これまで、詳しく語られなかった大魔の剣マスターソードと、万能の力トライフォースの誕生の経緯や、ゼルダがなぜシリーズ中で、伝説として扱われるようになったのかが描かれる。配役は、剣プロダクション所属の声優。以下人物の、内にある異名は、ファイが、対象人物を表したもの。 騎士学校リンクの通っている全寮制の学校を創立25周年を迎えている。なお、ゼルダの伝説シリーズも初代ゼルダの伝説の発売からスカイウォードソードで25周年となる。ショップモールその他装飾、アジン級遺族フィローネの森に住むアジン族。臆病な性格で外敵が来ると伏せるようにして植物に擬態する。 名前は、日本茶が由来となっている。水星アジンパラゲ族フロリア湖に住む、タツノオトシゴのような外見のアジン族。ムグラモチアジンモグマ族オルディン地方で暮らす、ムグラモチのアジン。地面を掘り進むための鋭い爪を持ち、地下にいることが多い。また、種族の傾向として金品に目がないのが特徴で、自らをトレジャーハンターと称している。名前は、 鉱石が由来となっている。機械アジ人 RS-301 ラネール地方で採掘作業を行う機械アジ人。基本的に固有名は持たない。現代では朽ち果ててしまっているが、周囲の時間を戻す石時空石の効果により以前のような状態となる。岩石野人ゴロン俗大地で蝶の舞う、特定の箇所において、ハープを奏でると出現する岩 話しかけると色々な噂を語り、一部のゴシップストーンは入手しにくい貴重な宝を高値で売る。一部のアイテムはスカイロフトのショッピングモールで強化ができる。冒険ポーチに入れておいて使用できるアイテム。最初は4つまでしか入らないが拡張ポーチを手に入れることで8つまで所持することができる。ポーチに入りきらないアイテムは、 ショッピングモールの預かり所に預けておくことができる。なお、今作ではポーチを開いて、アイテムを選択したり、使ったりしている間もゲームは進行し続けるため、注意が必要。今作の盾は、耐久力が設定されており、敵の攻撃をガードするごとに、耐久力が減り例になると破壊されて消滅する。そのため、 同じ種類を含む複数の盾を同時に所持することができる。入り屋の盾を除き、アイテムと同様に強化が可能。薬をはじめとして様々なものを入れておけるアイテム。最大で5つ手に入る。ポーチに入れておくだけで効果が発生するアイテム。消費セレクトアイテムの所持数が上がるアイテム。複数所持している場合は、効果が重複する。今作では、 全体的に神殿の階層が少ない。また、他作品とは違い、コンパスがなく、ダンジョンマップを入手した時点で、宝箱等が表示される。展望の神殿第一の神殿、ラネールレンイニシ西梅西への大石屈さ情イニシへの大祭殿空の等開発期間は5年にわたり、総勢100人以上のスタッフが関わっていることが、ニンテ 3DS コンファレンス2011や、 社長が聞くで明かされている。公式の場で、初めて存在が言及されたのは2008年、E3 のラウンドテーブルでのことで、この時 We 向けのゼルダの新作が開発中であると、宮本茂が発言した。また、このチームは DS 向けのゼルダを開発しているチームとも溶け込んでいることが紹介される。2009年、E3 のラウンドテーブルでは、 宮本茂により1枚のコンセプトアートが公開され、w ィ i m o t i o n Plus に対応すること、発売年は2010年を目標にしていることも明かされた。2010年 E3 にて、スカイワードソードというタイトルとともに正式に発表され、トレーラーやスクリーンショット、操作方法等が公開、試有台が展示された。また発売予定時期が2011年に延期された。 2011年 E3 では新しいトレーラーとスクリーンショットが公開された。また、ゲーム本編はスーパーマリオ・ギャラクシーと同様にオーケストラ演奏による BGM を採用していること、スカイウォードソード仕様の金色の Wii リモコンが発売されることも明かされた。本作の開発は、 ストーリー等ビジュアルな部分から行われたものではなく、ゲームの基礎となる操作などの仕組みの部分から行われたという。宮本茂は2010年 E3 のラウンドテーブルにいて、ゼルダの伝説を何度も遊ぶ人がいるというのは、仕組みが面白いからだと思っています。それがだんだんと、ダンジョンの数やストーリーの長さに興味が移りがちですが、もっと原点に帰って、 面白い遊びを作りたいという気持ちが強いですと語っている。ゼルダの伝説スカイウォードソード HD は2021年7月16日に発売されたニンテンドースイッチ用アクションアドベンチャーゲーム。第一報は同年2月18日のニンテンドダイレクト2021.218において発表。グラフィックが HD 化され、 処理速度も 60fps に向上。ジョイコン2本を用いることで、ウィーバン同様の直感的な操作が可能であるほか、新たに、ボタン操作にも対応した。この場合、剣の操作はスティックで行い、引いた方向に合わせて振る形となる。ゼルダの伝説スカイウォードソード HD に関するカテゴリー。ありがとうございます。